新庄監督が激白、阿部監督の采配は、阿部監督の動向も報道でチェックしている。記事を見てたら僕と同じ考え、勝利のために自己犠牲できる選手を起用する、成績だけの昇降格はしない方針などに共感している模様。僕がずっと最初から言ってたことを阿部監督も言っておられる。その采配を見るのは勉強にもなるし楽しみ。共鳴し合っててさ、確定演出来たやん。あっさし。新庄って走塁関連は積極的やけどバント少なくね。阿部の代名詞はバントやろ。成績だけの昇降格はしない方針などに共感している模様。成績良くても昇格できないの？自己犠牲ポイントが足りないからしょうがないよね。ようこそこっち側の界隈へ。巨人ファンにとどめ刺しに来たな。成績が良くても一軍上げられないなら何したら一軍上がれるんや。阿部350より150でもバントできる選手を一軍で使うソースはいつもの放置や。金村リリーフにしたら阿部も西舘リリーフにしたしな。まあ金村は去年先発として機会与えてただけ。新庄の方が我慢した方やが。前から思ってたけどビグボそっくりよな。阿部バントは違うけどそれ以外本当に似てるわ。僕がずっと言ってたことをやってきて2年連続再開ならずっと言ってきたことが間違ってるのでは。自分色を出すことが目的になってチームめちゃくちゃになるのは立浪といいや菅監督の共通点やな。阿部褒めてるの。新庄と立浪と中畑しかいないの。草ラミレスにすら打線やばいとか言われてたやろ。チームが弱かったからあんまり言われないけど中畑の采配は割とやばかった。中畑は横浜の選手怒ってちゃんと試合中はベンチに座らせたり練習中にサッカーやったりしないで野球やらせるのが仕事だったし。まあラミレスは真逆だろう。自分の都合いいという前提はつくがデータ重視だし。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。